毛は日本語における文字の一つ。カタカナの毛を小書きにしたように見える字体の文字で、主に助数詞や連帯助詞がの用途として使用される。助数詞や助詞がの用途として使用される場合は、か、が、こと発音される。また、表記としては大きな毛も使われる。本記事ではこの場合の毛についても説明する。 助数詞や連帯助詞、がの用途として使用される場合の、けは、カタカナの、けとは、由来を別にし、か、または、かの略字とされる。かは、かの、竹冠り部分、あるいは、助けの略字から来ていると考えられている。なお、かは、この痛体字であり、意味の違いはない。この場合の、けは、カタカナ家の同型維持と考えられるが、今日では、カタカナ家を書いて、か、 がと読ませるというようにも受け取られている。毛と誤読されることを避けるため、小書きが好まれる傾向はあるが、本来大小による意味の違いはない。小書きの用法については捨て仮名を参照。戦後の公用文や教科書などでは固有名詞を除き平仮名のかで統一して使用していることがほとんどである。送り仮名、添え仮名の用途で、カタカナ、毛を小書きすることがある。 ひらがなのけという文字もあるが、助数詞や助詞がの用途で使用することは一般的ではない。ありがとうございます。